カバンバは、一時期は、首都でもあったインカ帝国最後の都市であり、現在のビルカバンバ遺跡のこと。1976年、ビルカバンバ遺跡を調査する、共に、歴史学者のエドモンド・ギエンとエルジュビエタ・ジロースカ。撮影者も歴史学者のトニー・ホラク。ケチア語のウィルコ・パンパは、エスピリト・パンパを指している。マチュピチュを発見した、探検家。 ハイラム・ビンガムはマチュピチュこそがビル・カバンバに違いないと信じていたが、地元ペルーの歴史学者エドモンド・ギエンは、ポーランドの歴史学者エルジュビエタ・ジロースカ及びトニー、コ孤クと共にビル・カバンバの征服に従事した兵士の記録を発見した。その記録を参考にしてビル・カバンバの位置を考えたところ、エスピリット・パンパという遺跡が兵士の記録と一致した。 そこで彼は現地へおもむき、エスピリトゥパンパこそが真のビルカバンバであると確認した。1977年には、カノチアキ率いる日本人調査団が、エスピリトゥパンパがビルカバンバであることを考古学的に検証した。ありがとうございます。